日本の皆さん、オスコーラです。 This is コーラチャンネル。はい、ということで早速今日も動画を撮っていきたいんですけども、このチャンネルでは空手留学としてアメリカマイアミに留学している僕が様々なことに挑戦するというようなチャンネルです。で、本日なんですけども、ね、今ねちょっと後撮りになっちゃったんですけど、あっちにね大きな湖があって、そこを一周して歩いてみて、でフロリダといったらまあ水辺のね動物でめっちゃ危険な動物、何かわかりますか？そう、正解、クロコダイル、アリゲーターですよね。ワニで、ワニがとても自然でいるってことで有名なので、それをね今日はちょっと探していきたいと思います。行ってみよう。Where? マジでワニがいるらしいです。ワニ、クロコダイル、アリゲーター、yeah. I don't know、Alligator. 数ヶ月前にですね、ここで寝てたホームレスの方がワニにぶちかまれたっていう噂を普通に聞きました。なんか今にもワニが出そうな雰囲気ですね。お、見て、ワニ柄、ライカクロコダイル。釣りをしてた人もワニにガブッとやられてそう。見てください、ワニです。はい、違うです。ナポード、ナポード、どこにかアレゲーでましたアレゲーで、野生のワニです、クロコダイル。わお、So big. Good morning. Crocodile. Oh.見つけました。ムービー、おお、ムービー、ムービー、ベイビー、そう、ビューティフル。はい、グッドモーニング、そう、ビューティフル。おはよう。はい、ってことでね、本日はねワニを探してたんですけども、普通に自然のワニが何匹かいて本当にびっくりしました。皆さんもフロリダ州に行くときは注意してください。ワニで亡くなっているとか怪我する事故がめっちゃ多いらしいんで、ってことでね本日はこのぐらいで終わりたいと思います。これでいいと思ってくれたらグッドとチャンネル登録よろしく。バイバイ。